群馬子ども探偵団リーダーのまいです。今回の探偵のメンバーを呼んでみましょう。じゃあ自己紹介してくれるかな。こうせいです。琴葉です。元気です。みんな今日はよろしくね。はい。今回みんなと調査する謎はこれだよ。これなんだかわかるかな。手問題。手問題。おお、これは手問題だよ。じゃあ手問題がどんな施設か知ってるかな。よく見つけを見る。おお。ということで今日は高山村にある県立群馬天文台で天文台の謎を探して解き明かそう。じゃあ頑張って階段を登っていくよ。行こう行こう。群馬天文台の斉藤さんです。こんにちは。こんにちは。はい、今日は天文台の謎をたくさん見つけてくださいね。でもここに来るまでとってもね長い階段を登ってきて早速疲れちゃったよね。どうして天文台はこんな高いところにあるんだい。どうしてこんな高いところにあるんだいと来たか、それが最初の謎ですかね。ね、みんなじゃあ逆にどうしてこんな高いところにあるかわかるかな。わからない。わからない。さあ見るため。どうぞ。星を見るため。星を見るため。なるほど。わかるかい、光線と。空と近い方が。なるほど、お空と近い方が見やすいから。皆さんすごいね。正解はね、高いところにあると街の明かりがとっても少ないの。そうだからとっても暗い場所っていうのが正解かな。県立群馬天文台はどんな施設なんですか。はい、県立群馬天文台は、今年で25周年を迎えました。1999年に開館したんですね。中を見ていただくと望遠鏡がたくさんあります。太陽の望遠鏡、あとは65センチメートルの望遠鏡、あとは150センチメートルの望遠鏡とたくさんの望遠鏡があります。天文台ではたくさんの望遠鏡を使って観測をしているんですね。これは天文台とどんな関係があるんですか。みんなわかる。わからない。わからない。わからない。じゃあ教えちゃおうかな。実はこれも天文に関する大切な現象を調べているんです。望遠鏡がないのに調べられるんですか。そうなんです。望遠鏡を使わなくても調べる大切な天文台の役割があるんですね。こちらはね、ジャンタルマンタルって言います。ジャンタルマンタルで、これはねサムラートヤントラって言って、おー、もう一言で言えば日時計ってわかる。わからん。そうか、日時計ってね太陽の影を使って時間をね分かるようにするもの。ほらここに時間書いてあるでしょ。メモリがね書いてありますね。これを見るとね時間がわかります。こういうのを調べることによって天文台の大切な役割である暦を作るっていうことをねしているんですね。みんな、それじゃあ次の謎を探しに行こう。あー、天文台の中にやってきました。はい、じゃあ一つ目の望遠鏡を紹介しますね。それがね、こちらです。斉藤さん、これは望遠鏡なんですか。はい、これは太陽望遠鏡といって太陽を見るための望遠鏡なんだ。太陽望遠鏡だと太陽を観察できるのはどうして。いい質問だね。そうだよね、望遠鏡で太陽見ちゃいけないよね。それなのに太陽を見ることができるんですね。で、それが2つ目の謎だったね。投影板って言います。そう、直接覗いちゃうと太陽は目がね焼けちゃうの。ここにね映すんです。こういう風に見える。真っ白だね。さあこういう感じね。今いいこと言ってくれた。真っ白だね。そう、なんでだろう。そう、そう、これを見るとね、そう、みんな気づいてくれたね。それが太陽の色なんだよ。ただこれだけじゃない、もう一つ太陽を直接見ないで見る方法があるんだな。カメラで撮れば映るんですね。こういう風にね、目も痛くならない、うん、ね、そう、目も痛くならないね。こうやって太陽の望遠鏡を使っていろいろなことをね観測して調べているんです。太陽も観察できる望遠鏡があるなんて知らなかったね。琴葉ちゃん、どうだった。太陽が白いなんて思わなかった。そうだよね。じゃあ次の謎を探しに行こう。あー、
望遠鏡にやってきました。大きい望遠鏡があるね。これが150センチ望遠鏡です。目で覗ける望遠鏡としては世界でも最大級の望遠鏡です。どうしてそんなに大きい望遠鏡が必要なの？そうですね、大きい望遠鏡が必要な理由、それが3つ目の謎になりますね。はい、じゃあこれからね、この大きい望遠鏡を動かしてみますので、皆さん見ててください。だんだん下がっていきます。そうすると中の大きな鏡が見られますのでね。ほら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 、下がってるでしょ。で、あの鏡が実は人間の目の大きさと比べるとすごい大きいんだよ。9万倍だから、遠くの星を見るときには役に立つわけですね。だ、望遠鏡が大きいのが必要な理由っていうのは光を集めるためなんですね。望遠鏡について勉強になったね。コウセイ君どうだった？鏡が大きくてすごかった。ちょっと天気が悪いので、皆さんには別の望遠鏡で風景を見てもらおうかなと思います。はい、こちらがですね、観察用望遠鏡っていう望遠鏡ですね。これで観察できるなんてね、めっちゃワクワクするね。この望遠鏡はですね、見るところがね、こちらです。覗けるところになってます。これね、倍率をぐるぐる回すと変えることができるんですね。いや、そうなんですよ。望遠鏡なのでね、上下逆さまになってますね。みんな望遠鏡を使ってみてどうだった？いろんな種類の望遠鏡があってすごかった。空を見たら白くてびっくりした。太陽が白くてびっくりしました。じゃあ今日の調査結果を復習してみようか。1. 群馬天文台は光が異が少ない山の高いところに立っている。2. 太陽望遠鏡は投影板に太陽の光を映すことで太陽を見えるようにしている。 3. 望遠鏡は大きいほど光が集められる。今日は天文台の謎を3つも解き明かすことができたね。斉藤さん、田口さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ今日はね、曇ってしまったんですけど、皆さんまた天文台に遊びに来てね。鶴の巣プラスの6月号でも今回の体験を紹介しているので、ぜひ見てくださいね。次回の探偵団のリーダーは誰なのかもお楽しみに。群馬子ども探偵団、また次回。バイバイ。バイバイ。